はい、始まりました。はい、次はですね、ダンベルを使った、種目をやります。一番力が入りやすくて一番肩に効く種目、自分にとってはシーテッドラテラルレイズが、肩に一番入るので一番最初の種目に持ってきます。重さはだいたいその日によって変わるんですけども、まあ調子いい時18キロぐらいでやってますかね。今回は、何キロだろう、まあ18キロぐらいでやってますね。で、これに関してはまず22レップを目指します。頑張って。で、またカウントダウン形式で、1セット目が22回、2セット目が21回、3セット目が20回、4セット目が、19回、5セット目が18回。で、前回と同様、これも下でダンベルとダンベル同士がぶつかるくらい、ストレッチをかけてます。で、前肩はもう先ほどの、前回の、動画で、もう追い込んでるので、なるべくもう前肩は使わないで、シーテッドラテラルをやるために、かなり前傾して、三角筋のサイドを使ってやってるので、見てる方は可動域少ないじゃんって思うかもしれないですが、これでも十分にストレッチとスクイーズができてるので、かなり自分の肩はもうパンパンに張ってますね。まあ、見たらわかるんですけど、そうですね、なんていうんですかね、まあ割と手が長い方なので、ダンベルがシートの下に行った際にダンベルとダンベル同士がぶつかるくらい、下に下げてます。それぐらいネガティブを意識して、もう上がれなくなったらパーシャル、前回と同様、肩のフロントと同じように、パーシャルレップを駆使してやります。これはインターバル短いですね。1分ぐらいですね。1分いかないかぐらい。で、見たらわかるんですけど、指がほとんど、指を握ってないです。指をこう、フック状にして、ダンベルにかけてるだけなので、握力もほとんど使ってないです。僕は握り込まない方が、三角形に入りやすいので、握り込まないで、やってます。日によって違うんですけど、今回は、5セットから6セット目指してやってます。首もね、動画見てもらえば分かるんですけど、首もね、結構張っちゃうんですよね、この種目やると。はい。3セット目もインターバル、1分ですね、おそらく。で、下でコツコツ音が鳴ってるのが分かると思うんですけど、ダンベルとダンベル同士が当たるまで下げます。何回も言いますが、そこがポイントです。で、上がれなくなってきたらもうパーシャル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 で、もう限界まで三角筋が燃えるんじゃないかってぐらい、バーンを感じて、やってます。
結構ね、この体勢でまだベルトしてるんでね、お腹は苦しいですけど、ベルトしてることによって腰が張らなかったり、ウエストが大きくならなかったりとか、結構自分にとってはプラスな面が多いので、まあちょ多少はなりとも苦しくても自分のマイベルトはしたままなるべくやってますね。まあ安全性のため、安全にトレーニングを行う、今後もとも体作りをやるためにベルトを巻いてます。さあ3セット目、いやもう相当効いてますね。うん、もう、10レップ目からほとんど上がってないです。なんとか上げて、なんとか下までネガティブ耐えて下げて、で頑張ってもう一回上げる、それの繰り返しです。相当しんどいです。ただすごく入るので、もしパーシャルレップやネガティブレップ、ネガティブが入る方にはすごくおすすめですね。はい、インターバルほぼ今1分経ってないぐらいじゃないですかね。次は18回狙います。いけたら20回いきます。9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、今頑張りましたね。自分で頑張ったっていうのもおかしいんですけど、4セット目なのに、20レップいきました。負荷の頂き漏れなしってやつですね。はい、なるべく負荷の頂き漏れをなしで本日トレーニングのルーティンを全部回りたい、そういう思いから頂き漏れなしということで進めてます。で今こうやってね、冷静になって頂き漏れなしとかっていう風に冷静になって喋れるんですけど、実際にトレーニングしてるときはもうこんな喋ってる余裕ないんで、なので後から解説付きで今動画撮らせてもらってます。そうですね。で、はい、5セット目始まりました。はい、もう10回過ぎてからほとんどもう肩上がってないですけど、頑張ってパーシャルレップで肩のサイドを追い込んでます。で5セット終わったので、この種目は終わりです。基本5セットですね。なるべく体の調子がいいときは、まあ、見てもらったら分かるんですけど、かなり体がもうパンプして、まあ調子のいい、私にとっては調子のいい体つきになってます。はい、これで確か、次にラテラルマシンでサイド行く予定です。
2種目目はスタンディング、あのヒーロージムにある特徴的なマシンですよね。スタンディングしながらラテラルレイズができる、このマシンを使ってやっていきます。だいぶ息が上がって分かりやすいようにね、自分なりにあのカメラの位置設定したんですけどね、どうかなって心配ですね。足元、うん、なんとか、はい、はい、全部入ってます。22回目指します。最後どうしてもね、お湯まで上がらないときはもうやっぱりまたこれも同じくパーシャルレップを使って、やります。インターバルはおそらく1分で組んでるはずです。さあ、2セット目、21回目出しですかね。20回でしたね、今やったのは。限界でした。だいぶ来てますね、この体勢を見てると。だいぶ、はい。でも肩の、あの疲労って、なんか、他の部位に比べてなんか心地いいというか、パンプしてても、なんかグロッキーにそこまでならないんですよね。不思議と。だから割と肩のトレーニングは、嫌いじゃないですね、自分は。もうやっていけばやっていくほどどんどんパンプして肩に血管とか走り始めるので、うん、こうやって見てみると面白いなって思います。自分のトレーニング動画を見てみると。さあ3セット目、おそらく20回を目指してやってると思います。もう15レップ目からもうパーシャルになってますね。でもこれが入るんです。そう、あの何かに寄りかからないともう体がつらい、いい意味で。いろんな疲労物質が肩に流れ込み、血液も流れ込み、乳酸も流れ込み、カーボドリンクを飲み、BCA を取り込み、いろんなものが肩に今目まぐるしく、働いてます。早いですね。インターバルはおそらくこれは40秒も経ってないんじゃないですかね。
結構自分も審査もそうなんですけど、肩のサイドに関しては結構インターバル短いかもしれないですね。今カメラの見えないところでカーボードリンクと BCA ドリンクを、飲んでます。はい、これもおそらく45秒ぐらいでインターバル戻ってきましたね。ここのもう上がれ、もう上まで上がらないんですが、最後もがき苦しむパーシャルレップ、それが今日のテーマです。今も、インターバル45秒ほどですね。1分経ってないですね。感じだともう1セットやる感じですね。うん、だいたい4インターバル45秒。そう、上がらなくなってきて、もうここでもうなんとかもがいて、ちょっとでも体筋繊維を動かす、そこで生じるパーシャルで、ダメージを負う筋繊維を、狙ってますね。おそらくこの種目で2種目目は終わると思います。そうですね、肩のサイド、次は3種目目いきます。だいぶもう肩に疲労が溜まってるので、スタンディングラテラルレイズをやります。重さはですね、おそらく8キロないし、10キロもないぐらいですね。9キロぐらいですね。2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 、2、3、
2、そう、この日疲れた中で、丁寧に三角筋のサイドだけを使って22レップスやります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、こっから辛い。9、10、2も、1。うん。あー、もう相当効いてますね。おそらくです。この時はもう21レップが限界でしたね。21回で。もう22レップ行く時はもう体の反動を使ってしまうので、21レップやりました。なので、おそらく3セット目は、20レップを目指してやると思います。インターバル30秒ぐらいですね、これは。4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、2、うん、そう、20回、うん、20回。で、今まで見てきていただいたように、ラテラルレイズの時に、自分はなるべく小指が上に上がるようにやってます。こっちに、親指が上に上がっちゃうと、肩のフロントに入ってしまうので、ラテラル肩のサイドを狙う時は、小指を上に上げる、これを意識してやってます。おそらく3セット目も3インターバルは30秒から40秒2、3、この時にそう肘を上に上げて小指も肘と小指を同時に上げる、肘と小指を平行にする。それでもう疲れてきて上がれなくなってきても粘って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 20回は行く。だいぶパンプしてますね、体が。はち切れそうですね。はい、今はだいたい30秒いってないぐらいのインターバルでした。4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、うん、これでおそらくカウントダウン形式で今最後18回やったってことは5セットやったんですね。まあコンディションによって群によってはもう1セットいくっていう形で、はい、インターバル今20秒ぐらいですね。2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、こっからきつい。5、6、でも頑張る。7、8、9、はい、はい、22回いきました。おそらくこの時はもう肩の力を出し切るということで、最後は
22レップやってますね。勝ったの種目に関してはこれが、3種目終わりました。シーテッドラテラルレイズ、スタンディングマシンラテラルレイズ、ダンベルスタンディングラテラルレイズ、この3種目で、18回から22回の間で、トレーニングをやりました。動画を見てもらえばわかるんですが、かなりパンプしてます。今回は、肩のサイドの特集を紹介させていただきました。もしよかったら、チャンネル登録といいねボタン、よろしくお願いします。ありがとうございます。